そして1月の演奏会でヴィヴァルディの四季と並んで取り上げられるのはピアソラのブエノスアイレスの四季です。日本語ではブエノスアイレスの四季という名前で親しまれていますが、もともとはポルテーニョの四季という名前でした。このポルテーニョとは港、つまりポートに住んでいる人々という意味ですが、この名詞がブエノスアイレスの人々を指すようになった大きなきっかけは19世紀の前半、19世紀の初頭に起きます。実は1807年この年、それまでスペインの保護下にあったブエノスアイレスをイギリスが狙い始めます。しかし当時はスペインというのはすでに国の力は落ちていました。ブエノスアイレスの人々は攻め込んでくるイギリス軍に対してもはやスペインの援助を頼らずに自分たちの手で戦う、そしてイギリス軍を撃破していく、そのようなことを行います。そしてこのような出来事を通してブエノスアイレスの人々はポルテーニョ、ポルテーニョと呼ばれるようになりました。個人の尊厳、それぞれの民族の尊厳が大事にされていく、このような新しい時代に向かっての動きが実はブエノスアイレスでも起き、そしてこの時生まれたポルテーニョという名前を取って20世紀にピアソラがポルテーニョの四季、ブエノスアイレスの四季を作ったというふうなことになります。このように考えてみますと、いわゆるクラシック音楽、西洋の、まあ、ある意味伝統的な古典的な音楽、これというのも実は古いものが大事にされているというだけではなくて、その中にさまざまな創意、工夫、発明があったことがわかります。これから始まる新たな生演奏、新たなオーケストラのコンサートの聴き方の中で、私たちもそのような創意、工夫、発明の魅力をもう一度体験してみたい、そのように思います。ソニックシティがお送りする日本フィルハーモニー交響楽団埼玉定期演奏会、2020年後半のシリーズもどうぞお楽しみに。